今日は5月3日、憲法記念日ですね。そして、あの男がついに顔を出しました。そう。うちのチャンネルの守護神、小西博之議員ですね。リスナーさんから、小西議員がツイートしてますよって教えてもらいましたよ。ブロックされてるから反応が鈍 <laughs> 皆さん、こんにちは。はんにゃです。本日は先ほど言ったように5月3日ですね。で、この動画では4月15日を最後に、 自らのツイートをしてなかった小西議員が、ついに約3週間ぶりにツイートをした件について皆さんと確認したいと思いますので、動画が面白ければぜひチャンネル登録・高評価をお願いします。では、今回の目次はこちらです。で、先ほど触れたように、立憲民主党の小西議員が自らの言葉でツイートしたのは、4月15日が最後だったんですね。 岸田総理に対するテロ行為を批判する国会議員としてまともなものでした。その後、少し自分の過去のツイートをリツイートするなどしていたのですが、例の猿騒動及びマスコミへの圧力問題が尾を引いているのか、小西議員がツイッターから姿を消していたんですね。 そんな小西議員がついに本日5月3日午後3時16分に帰ってきたんですね。まあ、憲法記念日ということもあって、憲法について言いたいことを言うということなんでしょうかね。ではちょっと中身を見ておきましょう。以下一部引用です。憲法記念日のご報告、その1。 安倍政権以降、様々な憲法違反が繰り返され、日本の法の支配は重大な危機であります。そうした中、昨年から衆院の憲法審査会では、毎週開催が行われています。しかし、会見誤解派の議論は、事実として憲法と立憲主義に違反するものになってしまっています。一方で、こうした事態は、マスコミではほとんど報道されていません。 国会議員として追う憲法尊重擁護義務99条に基づき、1、議員任期の延長会見、2、9条会見、3、オンライン出席容認などの具体的な事例についてご報告いたします。とりあえず以上ですね。うん、小西議員、有料の会員になってるみたいで、ツイッターの140字の壁を超えてきやがった。長いんだよ。 で、ここで書かれているように、小西議員は憲法審査会で話が行われている内容について文句があるということですね。相変わらず衆院の毎週開催について強調していますね。憲法学者の自分でもできない、猿のやってるようなことって未だに思ってるのかしら。そして、会見誤解派の内容が憲法と立憲主義に違反するものになっていると怒ってますね。憲法改正の内容が現在の憲法に反する可能性があるのは当然で、 憲法に違反する云々って意味がわからないんだけどな。まあこの点、実は私の今の説明は誤解で。後で小西議員の説明を紹介しますが、その説明もおかしいということも説明しますね。 で、小西議員の主張が長いので、ここからはちょっと私が小西議員の主張を解釈しながら、そして引用しながら話をしたいと思います。もちろん、私の解釈が混じるために、バイアスがかかってしまいますので、小西議員の生の主張を見たい方は、概要欄にリンクがありますので、そこからご覧になってください。でね、小西議員はこのツイートで、衆議院の議員任期延長の議論に対して批判をしています。会見誤解派の主張は、 災害や戦争、テロや感染症などの際に、選挙が長期間できない期間が生じる際に、現在用意されている参院の緊急集会の制度だと、期間も70日しか対応できないし、対応できる内容にも制限があるから、70日以降については、国会議員の任期延長などで対応する必要もあるはずだということなんですね。 そして小西議員はそれに対してそもそも参院の緊急集会は70日に限定するという解釈がおかしいしまた例えば予算などについても後日衆院の動画が必要になるが参院緊急集会で対応できるから問題ないと小西議員は主張するんですねそして小西議員はこのように現在の会見誤解派の主張に対して会見誤解派の主張は 日本国憲法における優れた緊急事態条項である参議院の緊急集会の機能などを矮小化し、さらに戦前の反省から緊急時につけ込んだ権力の暴走を防ぐという緊急集会の制度の根本趣旨を全く議論せずに行われており、そのため憲法と立憲主義に違反するものとなってしまっているのです。 憲法の条文を改憲目的のために意図的かつ便宜的に解釈する、すなわち自分たちに都合のいいように勝手に解釈することは憲法に違反し国会議員の憲法尊重擁護義務99条に違反し立憲主義に違反すると言わざるを得ないものなのです。など批判します。また小西議員は 会見誤解派の議論の最も大きな問題は、なぜ日本国憲法では緊急事態条項として参議院の緊急集会という制度を採用することにしたかの緊急集会の根本趣旨をこの間一切議論していないことですと責め立て、議員任期の延長は乱用の恐れがあるからダメだ。実際菅政権、岸田政権は臨時国会の召集義務違反を犯してるじゃないかと主張します。ただね、 どうなんでしょうねいや、私も専門的にこの手の議論を見てきたわけでもないから、お前の主張はおかしいと言われることを覚悟で小西批判をするのですが、確かに3位の緊急集会が70日に限定されるかは、実は与党内でも意見が分かれてる話ではあるんですよね。 ただ、小西議員も述べるように、例えば予算についても、総選挙後に衆院の同意が必要など、緊急集会はその存在がかなりあやふやというか、参院の力についてそこまで憲法が信用してない気がするんですよね。そもそも一票の格差問題でも議論になるように、基本的に衆議院は国民の代表だってことが重視されますが、参院はその点がやや劣ります。 そもそも衆議院と参議院が同じような構成であったら、両院の存在する意義が減りますしね。だから言い方が悪いかもしれませんが、参議院には元スポーツ選手や芸能人など、一見すると、あれこの人が国会議員って大丈夫って人がいてもいいということになるんですね。 小西議員は参院の緊急集会があれば特に問題がないんだと主張されますが、私には参院にそこまで任せて大丈夫なのか、そんなことを前提に憲法は組織づくりをしていないだろうと思うんですよね。すなわち、会見誤解派の主張が無理やり憲法を都合のいいように解釈しているというのは小西議員の妄想だと思うんですよね。 また、実は菅政権、岸田政権が臨時国会の召集義務違反を犯していると小西議員が言ってますが、実はこれも怪しい。実は憲法上は何日以内に召集をしろとは書いてないのですね。でね、実は私自身は合理的期間内に召集するべきで、実はその意味では小西議員と同様に召集義務違反はあると思っている立場なのですが、実はこの主張は裁判所で認められてないんですよね。 小西議員は安倍政権における臨時国会の召集に関して義務違反を主張して裁判を起こしていますが、実は裁判所によって訴えは不適法として棄却されています。要するに菅、菅岸田政権の召集義務違反も現状認められているとはとてもじゃないですが、言えないんですね。まあ私なんかは国会法で明記するか、憲法改正で明記するしかないと思ってますけどね。まあこのように裁判で認められそうもない主張をさりげなく小西議員は入れている。 むしろ、乱用の恐れがあるというなら、それならば、乱用の恐れがないような仕組みはないのかということだって考えるべきでしょうが、小西議員には議員の任期延長の乱用を防ぐための仕組みづくりについてアイデアはないのかしら。で、まあ他にもいろいろ書いてますから。 興味がある方はぜひ小西議員の書を読んでほしいのですが、そしておそらくご報告その1とあるので、まだまだ書くことがあり、これからツイートが続くようですが、えっと、小西議員。 憲法審査会で主張して、それを認めさせないと。もちろん、小西議員の主張を国民に分かりやすい形で伝える。これは大事ですよ。しかし、小西議員は憲法審査会で話をちゃんとしてるか疑問だし、また、立憲民主党内部でこの件についてちゃんと話し合ってますかで、こちらを少しご覧ください。こちらは4月6日に行われた憲法審査会での玉木雄一郎発言ですね。では、どうぞ。 国民民主党の玉木雄一郎です。先ほど、あの維新の馬場幹事からも紹介があったとおり、先週、日本維新の会、国民民主党、有志の会の3会派で、緊急事態条項のうち、議員任期の延長に関する条文案について合意を得ました。前回の審査会で、えー、この任期の延長に関して、 公選法が規定する繰延投票での国会議員の任期延長はできないと思っていると明言をされました。また解釈や国会法等の改正で対応できないことが明確になれば、我々も議員任期の延長を議論すべきであり、議員任期の延長をするということになれば、憲法改正は自明であるとも発言をされました。これは極めて前向きな発言であり、ぜひ一致点をですね、あの、見出す議論を積み重ねてまいりたいと思います。あの、今後、緊急集会でできる範囲とできない範囲、 法改正でできる範囲とできない範囲を明確にするための議論にです、ね、立憲民主党におかれても積極的に関わっていただきたいと思います。なお、こうした奥野委員の発言は、立憲民主党全体の考えと捉えていいのかというのはです、ね、昨日、参議院の筆頭幹事である杉尾議員からはです、ね、私たちの会派は憲法改正による議員任期はの延長は明確に反対と断言されているので、 あの先週聞いた話と、昨日杉尾議員が参議院で発言された内容が同じ等で異なっているので、これ、どうなのかということを、中間報告を読むと、認める余地があるように書いてあるんですが、この点、お答えをいただければと思います。最後に立憲民主党の小西洋之参議院議員は、任期満了前に必ず解散するという立法措置を講ずれば、 憲法改正せずとも議員任期の延長ができると主張していると承知をしております。ただ、70日を超えて長期的、確定的、フルスペックで国政の重要事項について緊急集会で処理するのは、やはり任制を前提とする現行憲法に反する一方になると考えます。なお、解散のない参議院にはそもそも適用できないのではないでしょうか。今後、この緊急集会についての有識者の意見を伺う際にはですね、自称、 憲法学者の小西博之参議院議員にもお越しをいただいて、このぜひ合わせてですね、ご意見を賜りたいと思います。とにかく我々国民民主党は緊急事態にこそ、国権の最高機関である国会の機能を維持し、行政監視機能や立法機能を保持することで、行政権の肥大化や乱用を防止し、もって憲法が保障する基本的人権を守ろうと考えています。立憲主義を貫くためにも、憲法で定める議員任期の延長は、 憲法改正によって規定すべきであることを改めて申し上げて、発言を終わります前回の発言は、中川党の調査会長である中川さんと了解の上での発言であります。だから、きちんと議論して結論を出すというのは当然のことでありまして、最初から絶対会見しないとかです、ね、結論ありきではないと。 とといいうののは我が党のスタンスだと思いますで、まあ、杉尾さんは杉尾さんの思いがあるし、ハウスが違うので、えーまあ、きちんとした議論をこれから積み上げていくと、まあ、いろんなご提案ありますが、いろんな諸説あるのは事実ですが、なかなかこの緊急集会についてきちんと取り上げた学術論文とかもないようですから、まあ、きちんと、えー、こ,のこの前から私が提案しているように、有識者のご意見を聞いて、射程をまずきちんと決めていくと。それから当然 ハウスが違う話ですから、まあ、参議院の意見も聞かなきゃいけないだろうというふうに思ってますので、えー、きちんとした段取りとして議論を詰めていくということだと思っています、はいはい。奥の委員の意見が政党派の意見だと理解しました。以上ですね、まあ、小西議員を煽ってますねで、ここでもあるように、実は小西議員の主張というのは、立憲の中でも議論がまとまっているかよくわからないものなんですね。 立憲の衆参で意見が異なっているように見えると玉木氏は指摘していますよね。まあそんな状態ですから小西議員はツイッターでこんな条文を書くのもいいですが、立憲内部で議論を重ねる必要があるんじゃないですかね。小西議員は先ほどのツイートに賛同するアカウントのコメントをリツイートして、なんかまた自己満足モードな気がしますが、そんなことをしていてもそれはちょっとね。 ま、小西議員としては、ツイートの回数が激減していることを考えると、立憲執行部か、もしくは小西議員の直属のね、上司的な存在から、ツイートに関して何か制限を受けていることはほぼ間違いないと私は思っていますけども、そんな中でもこのツイート内容をね、書きたかった、その思いはわかるんですけども、相変わらず小西議員は自己満足、そればっかりしてるんじゃないのかな、そんな風に思ってしまう私はおかしいのでしょうか。ぜひともね、皆さんの感想、コメント欄でお伝えください。 では、是非とももチャンネル登録、高評価もお願いします。またね小西議員とは違って原口議員の妄想モードに関して説明した動画がこちらにご用意していますので是非ともねこちらの動画のチェックも忘れなくでは次の動画でまたお会いしましょうバイバイ